本日使用するカラーはこちらです。ミルキーベージュとブルーとミントとホワイトを使っていきます。はい、それでは始めていきます。まずはじめにベース&トップコートを塗ります。はい、硬化します。はい、では次にこちらミルキーベージュを塗っていきます。では次にこちらミントのカラーを3箇所に置いていきます。はい、ではこちらをこんな感じの平筆でこの周りをぼかしていきます。ミルキーベージュを塗ったこの透明感のあるカラーも残しながらぼかしていきます。では一旦ライトに入れます。はい、では次にこちらミルキーベージュをのせていきます。ミルキーベージュは奥行き感を出していきます。はい、次にこちらブルーのカラーをのせていきます。こちらも3箇所にのせていきます。はい、では周りをぼかしていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、次にのせるのがこちらセリアジェルから売られているクラッシュシェルのこちらホワイトをのせていきます。はい、ではベース&トップコートを塗ります。ではこちらの上にシェルをのせていきます。はい、ライトに入れます。ではベース&トップコートを塗ります。
ライトに入れます。はい、では次にこちらホワイトのカラーをパレットの上にのせて使っていきます。はい、使う筆はこちら細めの筆を使って描いていきます。では初めはちょっとたっぷりにとって太めの線を描いていきます。はい、次にこちら先ほど描いた線のこの下の部分を少しぼかしていきます。こんな感じで一回ライトに入れます。はい、ではもう一度線をはっきり描いていきたいと思います。はい、こんな感じでライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらセリアから売られているゴールドの箔を使っていきます。ではベースを薄く塗ります。ではこちらの上に箔をのせていきます。ではライトに入れます。はい、では次にこちらのセリアから売られているターコイズネイルパーツシールをつけていきます。はい、ではシールを貼る前にこちら未硬化ジェルを一度拭き取ります。ではこちらのシールを貼っていきたいと思います。シールが浮かないようにしっかり貼ってベース&トップコートを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらでニュアンス天然石ネイルの完成です。
ではこちらのシールを使って残りのデザインを作っていきたいと思います。はい、では次にこちらミルキーベージュとブルーのカラーを混ぜていきます。では混ぜていきます。混ぜる筆はこちら平筆を使っていきます。ちょっと透明感のあるカラーを塗っていきたいと思います。はい、では塗ってみます。では一度ライトに入れます。はい、では2度塗り目塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、ではシールを貼る前に未硬化ジェルを拭き取ります。こちらのシールを貼っていきたいと思います。はい、ではこちらを貼っていきます。拭いていないかきちんと確認して、はい、ではトップコートをのせていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらで完成になります。ベースに塗ったこちらのミルキーベージュとブルーのカラー、合わせてミルキーブルーカラー、このミルキーブルーカラーがとっても可愛いので、この夏すごくおすすめなカラーになってます。はい、ではこちらのミルキーブルーカラーを使って他のデザインもこんな感じに仕上げてみました。どうぞ。はい、こちらで5本完成になります。天然石ニュアンスネイルとミルキーブルーカラーのネイルの完成です。とっても夏にぴったりなデザインになってます。ターコイズシールを使うことによってさらに可愛く仕上げることができます。本日も最後までご視聴ありがとうございました。